いとこ A 子、いとこの旦那 A 夫、いとこの兄 A 兄る、いとこの旦那の浮気相手 B 子。 A 夫と A 兄はたびたび2人で遊びに行く中で、その時も2人で釣りに行ってた。その帰り道で A 夫運転の車が事故、思いっきり対向車線側のガードレールにぶつかった。衝撃で A 夫も A 兄も怪我をした。特に A 兄は怪我の具合がひどく、左足を骨折。事故の原因は A 夫が突然鳴った携帯に出ようとして前方から視線をそらしたから。 A 兄はどこかに車を止めてからにしろと注意したにもかかわらず、大丈夫大丈夫と声をかけたらしい。 A 夫が本当に大丈夫だと思ったからと言い訳しまくってたみたい。 A 夫が原因の事故なのに A 夫は謝罪を拒否。 A 夫と A 兄の間で相当揉めた。 A 子だけは A 子だけはと妻である A 子が味方になってくれると思って泣きすがったら、 A 子もしっかり謝罪をしろと言った。 A 兄がお兄さんだから味方するのかと夫婦喧嘩が勃発。 A 夫が原因の事故なんだから謝るのは当然だと主張する A 子。なぜか頑なに謝罪を拒否していた A 夫は、ついに携帯に出なければ会社をクビにされるから出なければならなかった。電話の相手は会社からでした。俺は悪くないと言い出した。 A 子は情けない情けないと泣きながら A 兄の生活の援助をしに実家と自宅を行き来。 A 兄は独身、両親はいません。それが気に入らない A 夫は、 A 子が構ってくれないという理由で B 子と浮気開始。ちなみに B 子は A 夫が既婚者だと知らずに交際してた。 A 夫が A 子に好きな人ができたからそちらと再婚したいと浮気をカミングアウトし、慰謝料を払って A 子と離婚。晴れて独身になったから結婚しようと B 子にプロポーズするも、晴天の霹靂だった B 子は拒否。後日 A 子に謝罪しに来た。 A 夫もまさか B 子に拒否されるとは思わず、それなら A 子とよりを戻そうとロミを開始。案の定拒否される。 A 子に拒否されるのは A 兄が原因ではないか、過去のことをぐちぐちとうるさいからなと A 兄に電話で上から目線な叱責をした。しかし A 子本人からキモいと言われて冷めてしまったらしく、捨て台詞を吐いて電話を切った。それ以来音沙汰がないらしい。どうやら A 夫は自分は何をやらせても完璧だと思い込んでる節があったようで、料理や A 子が長年続けてた難しい趣味もちょっと進めたら完璧にこなしてしまうらしい。だからといって A 子は妬むことはしなかった。むしろ自慢する。そんな A 夫がちょっとしたことで事故を起こし、同乗者を怪我させた。認めたくなかったんだろうね。